はい、どうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回のね、動画でですね、ナルト疾風伝、忍界シールウェハースをですね、普通ボックス開封してフルコンプできるかっていうね、動画をお伝えしたんですけども、残念ながらですね、2ボックス開封ではフルコンプできなかったので、3ボックス目ですね。はい。こちらを開封していきたいと思います。で、前回ちょっとおさらいなんですけど、何が足らなかったかっていうのをちょっと見ていきたいんですね。で、ずっと順番に、1番から順番に入れていってるんですけども、9番のここ、点々ですね。で、点々が出なくてですね、今度13番のガーラ。はい。それと16番のジライアですね。はい。それとずーっと行きまして、まあ、この辺ね。はい。この辺はちゃんと出てきたんですけど、ここ。26番のサソリですね。はい。それと、さらにですね、31番だったかな？ペインが出てないんですね。はい。で、ちゃんとね、チャクラレアとシークレットはちゃんと出たんですけども、はい。今言った5種類がまだ出てないんで、5種類が出るとフルコンプということでですね、はい。今回、3ボックス目ですね。行ってみたいと思うんですけども、今回はですね、はい。またまた来てくれたんですけども、ミツキングと、今日はね、暗部から一人来てます。イェイ。暗部からあーちゃんが来てます。はい。ね。じゃあちょっと開封の用意していきますんでね。二人ともよろしくお願いします。はい。はい、お願いします。はい。はい、これでね、準備完了しました。はい、こんな感じでね、上はね、全部ハサミでカットしてます。取りやすいようにしてるんですけども。はい、ではこれでですね、ちゃんとね、配列なんかも、ちょっとね、参考にしてもらいたいので、ちゃんと順番通りに開封していきたいと思います。はい。はい。まあ、開封はしちゃってるんで、中身シール出していきたいと思います。はい。じゃあ、ミツキングとアカリング、どっちにしますか？向き的に、左。左？左の列と？ん？アカリング右でいい？じゃあ変わるんやったら変わっていいよ。大丈夫。大丈夫？はい。ということで、このね、ボックスの向かって左側を、ミツキングが行きます。で、向かって右側アカリングが行きますからね。はい。はい、では、行きましょう。はい。はい。では、まず1列目。一番前です。はい。アカリングが右側ですね。はい。来た。お、いきなり来ました。はい。マジっすかこれ。やっぱ。一番目の左右でチャクラレア2枚来た。マジで。やば。これ左の列やったね。うん、左と右。うん、右。はい。ちょっと左右がちょっと逆になっちゃうんだけど、いきなり来ましたよ。一番目でチャクラレア。来ました。はい。まあでもチャクラレア持ってるんでいらないんで、ですよ。はい。はい。はい。ではね、2番目。はい。2番目。はい。サソリ。サソリ来た。サソリ来ました。来ました。サソリとペイン来た。やった。ペイン来た。やった。なんか今回めっちゃ引き強え。何これ。めっちゃいいや。5枚のうちの2枚が出ました。はい、いきなり。2列目ですね。前から2番目ですね。はい、列は違うんか。前から2番目です。はい。では次、前から3番目。前から3番目。はい。あ、ジライア来た。すげえ。すげえ。めっちゃ来る。すげえ、なにこれ。なんかめっちゃ来たで。はい。はい。オロチマル来ました。これは持ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、今ね、3ボックス目。左右ね、前から3番目まで行ったんだけど、これペアになってない。ね、サスケとナルトでしょ？ね。なんで、暁のペインと暁のサソリでしょ？ね。で、3人のジライアとオロチマルっすよ。なんか、全部セットで、いい感じで出てますけど、なんかすっげえ引き強いっすよ、これ。なにこの、これ紙ボックスですか、これ。紙ボックス？いやいやいや、ほんまほんま。はい。はい、行きましょう。はい。はい。前から4番目。フルコンプなるか。はい、誰かな。はい、てんてん来た。てんてん来ました。めっちゃ来ましたよ。っていうことは、あとガーラだけやで。ほんで、これでガーラ来るんじゃん。
地雷。あ、来ない？あ、手まり？あ、なんか今度は女の子ペアやで。ほら、右と左な。女の子ペアです。なんかペア、ペア、ペアで来てるような気がします。はい。何、赤リング？いや。あ、アンブさん何ですか？ウエハース食べたい。アンブさん。いや。ん？大丈夫？うん。大丈夫？はい。アンブさん顔見えてますよ。顔見えてますよ。大丈夫？喋りにくいから。うん。あ、喋りにくい？はい。では、はい、行きましょう。じゃあ、引き続き5番目。あとガーラだけだよ。来た！はい、来ました！ガーラ来ました！フルコンプ。はい、フルコンプ。はい、ガーラ来ましたよ。半分でフルコンプです。やっば！何これ？はい、え？え？ガーラ2枚来た。ちょっと待って。え、ちょっと待って。え？え、マジでそんなことあるの？しかも、同じやで。前から6番目。前から6番目で左右ともにガーラでしたよ。やっば。やっば。え、何これ。紙ボックスやな。はい、これもうフルコンプやからもうほっ、開けずに。いや、でも開けてもとうからもうどうしようもないな。はい。なら、こっから先はもう検証ですね。はい。7番目。で、またサソリ来たで。え？やば。はい。はい。はい、どう？え、ペイン？ちょっと待って。ペイン、え？え？またなんか同じペアやん。まさか、これ。かぶってるね。かぶってるね。はいはいはい。行きましょう。はい。前から、何番目？ 7 番目？うん。はい、7番目。あ、カンクロー。はい。はい。ミツキングは？お、ひなた。はい。はい。では、8番目。それじゃない。ミツキングちょっと違う、これ。落ちてた。落ちてた。はい。で、ちなみにこっちの列が右の列なんですね。ちょっと左右逆になっちゃってるんですけど、こっちが左の列です。はい。はい。あ、トビー。トビー来ました。はい。はい。あ、ジライアやん。また被ったで。被った。何これ。はい。はい、ではちょっとこれ倒れてるんで、はい。前から9番目でーす。前から9番目。はい。おぉ、サスケのウルトラレアやな、これ。おぉ、すごいやん。はい。あ、いのちゃんね、いのちゃんね。はい、最後、最後。はい、一番奥ですね。はい、ラストです。サイ。サイ？え、締めにサイですか？はい、最後、最後。え、え、これ誰だ？あ、ゼツや、ゼツ。はい。うわ、最後の締めがちょっとあれだったけど、はい。はい。一応こんな感じで空になりました。はい、で、向きがこうですよね。はい。はい。で、ね、箱が、まあ、例えば売り場に箱がこうあるじゃないですか。で、左の列、右の列なんですけど、はい。で、こう、こんな感じで開けたので、こっちがね、ミツキングは左の列に開けたんかな。はい。はい。で、こっちが右の列になってますんで、ちょっと入れ替えますよ。はい。はいはい、ということで、もう一回見ていきたいと思いますよ。はい、はい、今、わかりやすいように並べてみました。ボックスですね。ワンボックスの中の、こっちが右の列。こっちがね、左の列です。はい。はい。で、左の列の一番前、いきなり来ましたよね。これ、ナルトのチャクラレアと、サスケのチャクラレア。ね。神やね、これ。はい。はい、神。で、二番目に、ペインと、サソリが来たんですね。はい。これ欲しかったやつだから、もうすげえ、引きすげえ、みたいな感じで。んで、3番目が、オロチマルと、ジライヤー、みたいなね。来ましたよ。はい。ほんで、4番目が、テンテンと、テマリの女の子ペアが来たんですね。はい。ほんで、さらにですね、5番目がですね、UR のね、ガーラ。ね、UR ガーラがね、2枚出ました。左右ともに出ましたよね。うん。これもちょっとやばいよな。なんか、やばい。かぶりすぎやん、みたいな。かぶってる子とか。うん。まあ、欲しかったやつなんで、いいんだけど。はい。ほんで、次ね、またまた、ペイントサソリが出たんですよ。こっちのペイント、スペイントサソリが、こう、逆になった感じの、ね、ペアがまた出ましてですね。で、次。はい。7番目。7番目にですね、これ、ひなたと、カンクロが出たんですね。はい。はい。で、8番目に、トビと、
ジライアが出ました。ジライア。はい。ほんで9番目に、イノとサスケのね、ウルトラレアが出たんですね、ここで。ね。はい。うん。はい。ほんで最後、一番奥の10番目で、ゼツとサイが出たという感じでですね、こんな感じになってます。はい。ね、配列。はい。はい。で、前回開けた2パックと全然配列が違うんだよね。はい、うん、この並びがね。ただですね、はい、3ボックス開封して言えることは、前の3列ですよ。ね、前回も前に、チャクラレア入ってましたよね。はい。前の2番目かな？前の2番目にチャクラレア入ってたし、はい。で、アカリングの方はシークレットも前の方に入ってたんで、はい。結構前列は厚いよね。はい。うん。結構確率高いんじゃないかな。まあ3ボックスだけしか開けてないんだけど。で、今回、奥の方がちょっと弱かったな。ね。はい。うん。なんか前半のこの半分ぐらいまでがなんか結構集まっちゃってて。ほんで、このウルトラレアが2種類、ね、ガーラが同じのが出たんで、ちょっとそれが残念やったんですけど。まあ大体、なあ。うん、うん。前の方を、例えば売り場でまっさらのボックスがあったら、はい、前の方を買っていけば結構いいのが出るんじゃないかな。うん。はい、うん。またちょっとそれは、おいおい検証していきたいと思いますけどね。はい。はい。ではね、ここでフルコンプしましたので、はい、ちょっとね、入れてみたいと思います。はい、ファイルの中にね。はい。はい。はい。ではね、ファイルに入れてみました。1番から順番、1、2、3、4と順番で入ってまーす。はい。ね。で、ずーっと来まして、はい、点々入りましたね。はい。はい、ずーっと来まして、はい、ガーラ入りまして、はい、ジライアも入りましたね。はい。ずーっとこういう感じに来ましてですね。はい、ずーっと来て、暁、はい、サソリが入りました。はい。はい。で、こっち来て、ペインが入りましたね。はい。はい、これでフルコンプです。イェイ！イェーイ！ナイスナイス！今日は神やったね。はい。はい。はい。でですね、今回はこうやってね、チャクラレアがですね、被っちゃいましたけど、これかっこいいね。2枚とも出た。2枚とも出たね。うん。ねえ。赤リングがサスケのチャクラレアを引いてですね、はい、ミツキングが、ナルトのチャクラレアを引いてですね、まあ、引きに関したらほぼ一緒やったかな。はい。ね、同じような感じでしたね。はい。はい。イェイ、よかったね。はい。はい。ということでね、見事ですね、ナルトのね、これね、忍海シールウェハースね、フルコンプすることができました。はい。ね、ご視聴いただきありがとうございました。今回はこれでね、ナルトはもうシリーズ終了やから、はい。また次のやつ行こうかなと思ってます。はい。はい。ね。はい。うん。開封楽しいもんな。はい、ただですね、はい、ワンピースはね、ごめんなさい、まだ出てないんですよ。スネークマンね。うん、出てないんで。フルコンプ、はい。フルコンプ。ワンピースフルコンプする前にですね、ナルトがフルコンプしちゃいました。はい。はい。ということでね、はい、赤リングがですね、アンブさんがですね、お腹減ったみたいなんで、ウエハースちょっとかじってもらおうかな。はい、やっぱりね、ウエハースも重要ですよね、これ。シールだけやったらやっぱり買いにくいもんな。うん。うん、ウェハースあってのシールなんで。美味しい。美味しい。うん。まあ、美味しいそうです。ね。で、ちゃんとね、うちの家ではですね、このウェハースはね、ちゃんと袋に保管してます。で、1年かけて食べるんか、これ。はい。1年もかけたら腐っちゃうで、みたいな感じやけど。うん、まあ、子供たちのおやつで。はい。ね。食べるようにしてますんでね。はい。ウェハースほかしたりしてませんのでね。はい。はい。で、実はこれね、ワンボックスでフルコンプしなかったら、4つ、はい、ね。4つ一応予備で取ってたんですよ。はい。はい。無駄？うん、最後、開ける開けたかったら開けてもいいけど。開けたら開けうん。なら、アンブさん食べといてください。はい。開けまーす。はい。うん、バリバリいっちゃってください。行くぞ、うん。はい、何が出るかな？はい。はい。各図。はい。各図。各図で。でもこれはね、バラやからね。はい。はい。それ、はい。はい、綱できましたね。はい。これ4つともね、2パック2パックやったかな？それぞれ違う店で買ってきたんで、何が出るかわからへんっていうね。
うん。はい。何が出るかな。はい、さくらちゃん来ました。はい。最後の一つ。はい、最後一つです。はい。結局、この、予備のパック何も出ないですね。はい、デイダラですね。はい、全部被ってて、予備のパック何も出なかったね。はい。結局は。はい。うん。まあ、開けん方が良かったか、もったいなかったかな。大丈夫。大丈夫。ウエハスク食べる。はい、食べて。ミツキングも食べて。食べよう。はい。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、チャンネル登録なんかしていただいてですね、今後も、トモヤンバラエティね、よろしくお願いします。イエーイ！じゃあねー！バイバーイ！